全部見れっかな。田中がずっと無言で切ってた理由が、あれは、田中は、喉の病気で、喉が喋れなかったんですよ。で、俺が過去のあいつに電話した時に、手術前だったから、励ましてあげると、その励ましで、まあ、手術成功したみたいな。ってことは、過去の副題行ってみる、じゃあ。過去の副題行く？まあ、確かにね、もう全部、そう、5個埋めたら、あともう総当たりで行ってもいいな。4個なら99回で、5個埋めれば10回でいけるから、総当たりアタックで多分いけるからな。おお、なんかさっき別れたばっかじゃん、どうした？福田と俺は中学校で、バイトも同じだったんだ。ドレスコードに気をつけろ。こういうアドバイスがあるんだ。高い店のドレスコードに気をつけた方がいい。クックちゃんが考えてた店、スーツとかは着ていないとダメだと思う。ドレスコードってあれか、ちゃんと服した服装じゃないとダメってやつな。確かに普段着で行くつもりだったらあれ危ね。まあ、それにスーツでビシッと決めた方が告白成功率も上がるかもな。助かってありがとう。その後、ここで現在の服装に電話したらどうなる？確かに。今もう結婚とかしてんじゃないか。過去の自分に電話できたらお前な。過去の自分に電話話したら、なんだろうな。過去の自分にか。なんか言うことあるかな。思いつかないな。夜更かしすんなぐらいかな。身長伸びなくなるから。で、ゴールクリアばっこりして、結婚してるよ、ほら、これ。元 本の株買っとけ。だって元本の株ね、パズドラの前に買ってればもう、億万長者だったら、妻？福ちゃんが結婚している。佐藤直樹です。もしかして、早瀬ゆきさん。佐藤くん、中学の時の。そうそう、久しぶり、今ちょっと福ちゃんいる？わあ、懐かしいな、いるよ、すぐ変わるね。早瀬ゆきちゃんは福ちゃんが告白したはずの女性だ。これは妻に告白がうまくいったんだろうか。いやいや、何言ってんの？お前には何度も報告してたじゃん。お前のアドバイスのおかげで、素敵なレストランに入って、無事に成功、告白も成功して、長かったけど、つい先月、結婚したって言ったじゃん。ごめんごめん、そうだった、そうだったのか。なんで俺はそれを知らないんだ？あ、そっか、ごめんごめん。変わってるんだ、過去が。いや、さすがに冗談でしょう。新しいゲームのネタが、いやいや、本当なんだって。なるほど、ちょっと手がかりは少ないけど、でも、直樹のおかげで、ゆきと結婚できた恩があるから、やれることはやるぞ。ちょうど電話が切れた。お。これもじゃあ行くか。披露宴呼んでほしいよな。てか、結婚式呼べよな、お前な。今、警察に連絡したり、ゆきと一緒に連絡回したり、いろいろやってる。お前も何かできないか考えろよ。おお。頼もしいな、でもな。まあ、これも多分福田エンドでいけるんでしょうね。お、来た。お前マジで閉じ込められたとはな、心配かけさせるんじゃねえよ、たく。まあ助けられてよかったけどな。そいつ俺は福ちゃん夫婦の家に招待された。助かってよかったね、記念らしい。奥さんの美味しい料理を食べながら談笑してた。あ、いいな、これ。俺はやっぱり福ちゃんが結婚した事実が信じられず、一人で質問深いしていた。俺からのたった一本の電話で、随分と未来が変わったものだ。へえ。助かってよかったな、記念とかで祝ってもらえんの。さあ、これで下3桁505になりましたね。一応、こっから990回試行すれば、総当たりできるもさ、それをやるよりかは。まあ、てか5個まで行こっか。あと、まあ、自分にかけてないよな。あ、ごめん、プロローグがやっちゃった。過去の警察もちょっとやってみる？
これは SNS ばっかりやってないんだけど、電話で話そうという現代人へのメッセージ。いや、そうじゃない。あ、まあ、そういうのもあるかもしれないけど、まあ、要は、ちょっとした、オンでも人は覚えてるんだよっていう、なんかそういうのを俺はかなり強くメッセージとして受け取りましたね。あ、間違えた。あ、過去の実家もありだな。過去の実家行くか。認知症なる前か。てか、あ、お父さんとか助けてくれるかもな。あ、で、お父さん死んじゃったのか。あんたさっきまで家にいなかった。なんで電話かけてんの？ボケたことするのは私だけにしてよね。長きまでボケてたことはないわよ。自虐ギャグを喋った。ちょっと何を、人なんだと思ってるの？まだ冗談がいるほど僕じゃいないわよ。ああ、そっか。10年前だと認知症は始まってないと。なるほど。俺が母の介護から逃げるように一人暮らしを始める。いろいろと込み上げてくるものがある。母さん、あのさ、今までありがとう。それであとごめん。え、なんだっけに。まあ、意味わからないと思うけど、言えるうちに感謝を伝えておきたい。言えるうちにってまだ死なないわよ。でも嬉しいわ。こちらこそありがとう。せっかくだから、感謝は私だけじゃなくて、父さんにも言ってあげて、ね、ちょっと変わるわよ。え、来てるの？勝手に殺すなや。そうか、まだお父さんもいたんだな。いや、普通に悲しいっすね、これね。直樹か、うん、俺だよ、父だ。数年前に亡くなった父が生きている。お前、母さん何言ったんだ？ちょっと泣いてたように見えたが。今まで育ててくれたこととか当たり前に思ってたから言えるうちに感謝しとかないとなって。それは父さん同じで、なんか恥ずかしいというか照れくさくて言えなかったけど。ありがとう。お前もようやくそういうことが言えるようになったか。あまり感情を出さない人だが、なんとなく嬉しそうにしてる人がいた。今の会社を噛み締めるように無言の時間が続く。すると父から喋り始めた。あれ？お前今電話してるんじゃ。電話の向こうで父と誰かの会話が聞こえてくる。え？え、俺ずっと部屋で寝てたら何言ってんの？じゃあこの電話は一体、いたずらじゃない、ちょっと変わるよ。過去の俺と電話がつながる。そんなことあっていいのか？もしもし、おそらく電話先は10年前の俺だろう。自分と会話するというこの状況に脳の処理が追いついていない。思わず沈黙してしまう。あと、10年後の佐藤直樹って言ったら信じます？はあ、え、なんか一発で分かる証拠ってあります？意外と冷静に質問してくる。おお、一番仲がいい友達は福田祐介。あと10歳の頃って言うとあれだな。成人式終わった後、はい、セさんに告白しようとしたけど何もできなくて、それをずるずる後悔してる。あ、俺も早瀬さんのこと好きだったんだ。へえ。寝取られてんじゃん、俺。俺が飲み会の帰りで連れて後からこの中に閉じ込められてたと思われる間。つまり10年後の5月5日、とにかく外出するなと言っておけばいいか。それとも、そもそも誰に助けてもらえ、俺の生き方そのものを見つめ直した方がいい。夢ばっかり追いかけすぎて、その他のことをおろそかにするなと。生き方を見直せ、外出するな。え、どっちがいいのかな、これ。生き方を見直せってやってみるか、じゃあ。今お前はゲームクリエイターになりたいって夢を持ってると思う。でもその夢を叶えるためにちょっと待った。過去の俺が叫んだ。ちょっと待ってください。夢が叶うかどうかは言えないでもらえますか？叶うと知ったら安心して怠けるでしょうし、叶わないと知ったらそれはそれで諦めてしまうと思う。どちらの結果に転ぼうと俺は俺の人生を悔いなく生きたい。挑戦した過程が大事なんです。結果だけ知りたくないです。もし何かの問題に直面するならその時考えます。ああ。ただ一つ言っておきたい。頑張ることはとてもいいけど、それ以外のことをおろそかにしないでほしい。家族も友人もいろいろ。俺は続けていった。今自分の身に何か危険に感じたときに、助けてくれるような存在は何人いるか、ちょっと考えてみてほしい。わかりました。やっぱり何か訳ありっぽいですけど、深くは聞かないでおきます。俺は俺で現在で頑張ります。未来の俺は未来で頑張ってくださいよ。ちょうど電話を切れてしまった証拠ができた。これ何か未来が変わるだろうか。これも3回目だよね、これ。なんか変わんの？これで。すげえ。友人を切り捨てずに長くやってきたんだ。まったくよ、心配欠かせんなよな。無職で何もしてないのには、なんで
トラブル起こすの。あ、俺無職になってんだ。ゲームクリエイターを犠牲に、まあ、交友関係を得た男。俺の職業も変わってしまっている。俺の身を心配してくれる友人はいるが、夢は叶ってない状況だし、これが幸せなのかどうかは、このまま生きてみないと実感が起きそうにない。YouTuber になってんじゃない？無職エンド 無職エンド。これちょっと一回試してみていい？一回、これ、050、0505みたいな感じで試してみていいですかね。なんか、法則性があるっぽいから。多分違うと思うけど。さすがに違うか。あー、ごめん。しくった。あ、これ一回、やり直します。過去の警察かな、じゃあ。あ、ごめん、違うわ。はい、こちら、多摩警察署です。なんだか足りない感じの声が聞こえる。すみません、警報処理ボックスが通じの中に閉じ込まれてしまった。嘘じゃないし、失礼。わかりました。ちょっと落ち着きましょう。あなたの名前と年齢はいいですか？落ち着くのはこの警官のような気がする。もしかして新人警官だろうか。佐藤直樹さんですね。患者なんですけど、佐藤はよくある佐藤ですよね。はい。直樹は、直線の直に、樹木の木ですよね。あ、樹木の樹の、樹木の樹の、樹の方です。ややこしいですね。はあ、そうですね。どっちも木ですもんね。なんでこれ、雑談してる場合ではない。担当職人います。信じられないかもしれません。私はあなたの10年先から電話かけていると思う。は、何？え、要は未来から電話してるってことです。はあ、まあ困ってる人がいれば助けるのが警察の務めです。何かあれば助けますけど、どう助けたらいいですか？それ、こっちに聞いちゃうんですか？うん。が、ここで時間が欲しい。アイデアが浮かんだなって。じゃあ、もう一回書いてみるか。どんなアイデアだろうな。先ほど電話した佐藤です。あ、どうも、何かいい方法ありますかね。おまわりさん、また10年後に電話もかけます。おかしな話ですが、10年後の私もまた公衆電話ボックスに、閉じ込められているというでしょう。そんな時が必ず来ます。その時だけでいいんです。助けるに、あ、に当てられる人員を増やして、救助に備えていてもらえませんか。10年後のこの時間ですね。困っている人を助けたくてこの職に就いたんです。必ず助けます。いや、絶対対応できないでしょ、こんなの。絶対に電話します。よろしくお願いします。これはさすがに無理な気がすんな。伝説だよな、これで。もし10年後に本当にかかってきたら。ある意味伝説じゃない、なんか。すいません。公衆電話ボックスが開かず、中に閉じ込まれてしまったので助けてほしいんです。もしかして佐藤直樹さんでも。あ、すげえ。移動とかせずになんか。あ、はい、そうです。おお、まさか本当に10年。すごいな。まさかの。同じ人がずっと電話番してんだ。出世してないってことじゃないの、これ、10年間。あなたと会話したものです。あの時は新人でしたが、今ではすっかりベテランですよ。ははは。実はあなたとの通話があった後、同僚からはいたずらに違いないと散々言われてましたし、まともに相手されないし、私も少し半信半疑でした。あの頃、私は仕事は全然うまくいっておらず、自信をなくしてしまいました。退職も考えていたことです。でもそんな私にも助けを求める人がいたのが嬉しくて、だからどんなに馬鹿にされようと、私に助けを求めてきた人を救助するまでは、私は退職しないといけなくて、その誓いが私自身にいい効果があったんです。それからは自信を取り戻して仕事をこなしていきました。さて、10年前の約束を果たす時が来ました。あ、かっけえ。私の話を信用してくれた部下も、あ、でも部下たくさんいるわ。すげえ、なんか人望あるんだな。必ず探し出します。待っててください。へえ、すげえな。これでじゃあ助かるのか。
おお、すげえ、警官が、自ら。俺にとってはほんの一瞬だったが、警官にとっては10年の歳月が流れていただろう。10年後の約束を、なんか、すごいな、なんか哲学だな。5億年ボタンみたいな。少し不思議な体験を通じて出会った俺と警官は酒を飲み交わす仲になった。めっちゃ仲良くなってるやん。へえ。あ、1なんだって。まあ一応これで10分の1で当たりなんだけど、まあでこれ多分主人公エンドで見れるから、これ全部見ちゃうか。主人公にかけてないもんな。また1回も。まあ、全部見ちゃった方が結局いい気がする。あとは多分自分と過去の自分で終わりだと思うんで。0011か。さあ、勝負しようか。あ、もしもし、今かけてるそのスマホの持ち主なんですが、拾ってくださった方でしょうか。はい、そうです。女性の方のようだ。どっかへ聞こえのある声の気がする。拾った奪ったが正しいでしょうか。公衆電話ボックスの移行者はどうでしょう。あなた誰です。なんでボックスにいること。あなたをそこに閉じ込めたり、緊急ボタンを壊したり、いろいろと細工したのは私ですからね。目的は何なんだ。俺を閉じ込んで何になる。まあ、そこ想像にお任せします。いざ境地に落ちるといろいろと考え込むでしょう。私はそういう場を提供してるんです。え、普通に怖い。通報すればいい。私はもうあなたのスマホは捨てるし、電話には出ないから。私はあなたにきっかけを与えてるだけ。出られるかどうかあなた次第。で、捧げ伝えておきます。諦めなければ必ずどの道かには進む。そして少しずつ真実に近づくでしょう。ある番号にかけることができるあなたは出してできるでしょう。なんだこれ。ちょ、もう一回かけるか。このパート飛ばすつもりだった俺。やべえ。あ、やば。過去の自分にバッコリかけるか。じゃあ、何か俺に何か非があるように戦った心当たりを、家族を置いて逃げるように一人暮らしを始めたこと、自分と関係のない友人を、趣味を合わない友人をとは付き合いをやめ、切り捨ててきたこと、直近など飲み会で酔った勢いで店員に暴言吐いたかもしれない。 結構クズじゃん。じゃあちょっと待って。まあどうしようかな。現在の自分からの過去の自分とか。ああ、外出するな。外出するなって。でもそれさ、ここにもういるわけだからさ、どうなるんだろうそれ。ちょ、一回過去にかける。まあなんかわかんねえから。ああ、間違えた。いや、気になるよねそれね。あ、ごめん、現在の自分やっちゃった。まあいいや。次に、じゃあ過去の自分にかけるわ。で、ここでちょっと一回過去の自分にかけてみます。さあ、どうなるか。10年前スマホ持ってないのか。
ってことは外に出るのか。ちょっと待って、じゃあ過去の家族からの外出するな。過去、実家は？ああ、これか。まあ、もうそれしかなさげですね、これ。まあ、で、ここでバチコリとかけていって、で、もう一回行きます。さあ、次ですね、ここですね。これで多分暗号が揃うから、その暗号に最後かけて終わりかな。外出するな。2018年の5月5日に飲み会があるんだけど、それには絶対参加しないでくれ。というか、外出もしないでくれ。過去の俺が言った。酔っ払ったせいか、公衆電話ボックスに閉じ込められてしまうんだ。もしかして10年後の俺、というかあなた、公衆電話ボックスに閉じ込められているの？はい、バカすぎる。我ながらバカすぎる。俺は言った。他に助ける余地はもない。このまま閉じ込められたら、正直どうなるかわからない。こうなってしまった以上、根本的な原因を潰すしかない。強引だな。いや、でもこれどうなんだ、マジで。消えるのかな、俺。今の伝えた瞬間に、その後何時間が経っただろうか。腹も減ってきたし、喉も渇く。この状況は長く続くと危険な体力温存しなければ。ここは実家。すげえ、変わるんだ。あ、直樹、やっと起きたね。随分と乱されてたようだった。じゃあねだ。ずっと昼寝してないで、早く夕飯の買い物に行ってきてよ。今日は母さんが好きな具沢山のウルトラ味噌汁を作るんだから、俺はどうやらボックスに閉じ込まれている状況を回避できたようだ。自分でも何か思うことがあったのか、一人暮らしはせず実家にいる状況だし、逃げるように始めたり、一人暮らしには罪悪感があった。これはこれでありかなと思うところ、突然電話に話しました。姉が電話取りに行く。怖っ。さて、これからどうしよう。どのように過去が変わったのかは調べておく必要がありそうだ。あと、母の介護の仕方を覚えるとか、やることは山積みだ。ちょっと直樹に電話だよ。姉の呼ぶ声がする。あいつ先は誰だかよくわからないらしい。とりあえず変わってみる。誰だろう、ずっと沈黙している。もしもしどちら様ですか？10年後。40歳の佐藤直樹だと言ったら信じます。マジかよ。未来の俺はまた何かで困ってるんだろうか。ああ、なるほどね。実家エンド完。あ、18だ。18、これで揃いました、ピースが。これで全てのピースが揃った。さあ、お前たち行くぞ。これが、真実だ。暗号入力開始。なるほど、2018年5月5日ってことか。はい、こちら、田川市民病院です。病院ですか。実は今、公衆電話ボックスに閉じ込められていまして、手当たり次第に電話かけていました。佐藤直樹さん、佐藤さん。205号室に入院している佐藤直樹さんですよね。ちょっと205号室の様子を見てきて、電話の向こうで大騒ぎをしているが、状況についていけない。いつ目覚めたんですか。黙ってベッドから出ないでくださいよ。何何何？恐ろしい速さの口数。こちらが口を挟む間がない。誰かに声をかけられている気がする。どんどん声が大きくなってくる。うるさいな。怖い。怖い怖い怖い。あれ？起きるって？何？怖い。俺が目を覚ますとそこは病室だった。医者は俺の体を軽くゆすりながら声をかけていた。聞けば俺はいつか、5月5日の飲み会の帰り、泥酔した状態で車に轢かれたらしい。そしてこの、町川市民病院と運び込まれたそうだ。目を覚まさないまま約1週間が経っていた。そのまま植物状態になるかどうか五分五分だったそうで、医者は俺が起きたことを奇跡だと興奮した様子だった。何？夢だった。だが俺が夢の中で最後にかけた電話。少し不思議な話だが、多分あの電話は本当に現実の病院にかかった。だから看護師が俺を起こしに来て、そして目覚めることができた。脱出を諦めなかったから意味が今がある。小さな奇跡を信じることにした。
しかしリアリティのある夢だった。家族との関係、友人との関係、現実がどういう状態か改めて確認もする必要があるけど、どうであれ、ちょっとしたズレが人生に結末に大きく左右することが分かった。たった一本の電話でどれだけの運命がかかっただろう。一つ分かったことは、じっとしていても何も起きない。過去を後悔しても、他人をうや、えー、うやんでも、羨んでも、何もしなければ閉じこもったままだったろう。何せこれからの人生どうするかは俺次第だ。夢の中の俺の過去の俺も言っていたな。成功でも失敗でも過程が大事だと。俺はこれから30代の人生、長い目で見ればこれも過程だ。遅くも早くもない、成功も失敗もない。悔いなく生きよう。公衆電話缶。あ、これが新エンディングっぽいな。プレイしてくれてありがとう。斬新なゲームでしたね。まあ、最後にちょっと気になったのが、そう、過去の病院だけちょっと気になるんで。間違えた。確かに結局犯人っていうか、あれ誰だったんだろうな。それがこれでわかるのかな。あれ誰だったんだろうな。れ今間違えた俺番号。間違えてないよね。ないのか。結局その閉じ込めた女とは何だったのかってのが分からずじまいか。女はご想像にお待ちしますって作者が言ってた。ああ、だったらもう終わりかなこれで。なるほど、全部がまあ夢だ。まあ夢というか、まあそういう真実だったってことですね。夢だったってことか。俺は実際の本当の俺っていうのは、まあ夢だったからこそ過去にも電話できたし、過去でその現実を入れ替えて、書き換えて助けてもらったことができたけど、結局夢のままだったってことか。なるほど。はい。ということで、公衆電話終わりです。ありがとうございました。まあでも面白かったな。普通に面白かった。ちょっといい感じに俺クソ眠くなったんで、終わっていこうかなと思います。いやー、でも多分俺過去の俺今の俺に何か言われても多分変わんないだろうな。変わんない気がしますわ。ということでね、ちょっとここは、ぼっこりと、じゃあ終わっていこうかなと思います。ありがとうございました。明日もね、動画、まあ、今日ね、まだ寝れないという人は今日 YouTube に動画が出るんで、そちらの方を見ておいてください。